すでに勝ちは見えておる。真田本隊はまず大手前の北砦へ制す。叔父上たちは東砦に向かわれ、叔父上の分当てにしています。大船に乗ったつもりでおれ、正行。我が槍も無茶ぶりしておるわ。叔父上の支えあってこそ策はなる。あまり無理をさせるわけにはいかない。のこのこ入り込んだのが運の尽きよ。かかれ。心配はあるな。元に落とすはずの扉、制圧つな、敵将、討ち取ったり。こんな奇襲でわしの首を取れると思うたか。手強い皆の者、老兵と侮ってはならんぞ。ここまではたやす。ついな。打ち取ったり。この程度の敵、わし一人で十分じゃったか。礼は言うておく。どうかの砦が落とされたか。沼田城は攻めるに固く、守るに安い要害。忍びを使い、城代三人を調略し、攻略する。本隊が大手を攻めている間に、手薄になった裏手から潜るのだ。真田め、大手に攻め寄せよる腹か。迎え撃て、皆表に詰めよ。無理に門をこじ開ける必要はない。門をくぐった途端に矢の雨が詰まらんからだ。正行様から言われてたのは、あれあれ、あの人、藤田さんね。藤田さん、我が主、真田正幸より書状を預かってまいりました。なるほど、正幸殿らしい。領地の安堵をお約束いただけるのであれば。藤田殿、どちらへ。まさか武田方へ寝返られたか。働いておるのは猪俣くらい。次は金子だ。見事な調略だな。
兄上を思い出すな。だがわしの武君の稼ぎどころがないぞ。申し訳ありません、おじ上。武君などより人の死ぬ方が喜ぶ。見えている。また城はもうまだ耐えておるか。そうね、無事に間に合ったみたい。うわ、援軍だ。これで巻き返せる。来たか。見たところ援軍は意気健康。まともに相手取れば手こずるかもしれない。ある上将が武田の贈り物を受け取っているか。何やら金がどうとか。なんだと。そういえば以前にも聞いたことがあるのか。もはや城を守る意味があるのか。降伏した方が良いのか。さて、二重だ。手はず通り。なんと、あれに見えるは北条の姫君。叶うはずもない。者ども引け。いやいや、そのため不利と見て引くか。今だ、城から撃って出て援軍と共一せよ。金子を城の外に釣り出すのだ。この門前で何か。急ぎましょう、藤国。お待ちください、姉上。ちょっと愚足が。では敵将、討ち取ったり。特なし、参る。やれ、マサスケ。エボン。マサユキ様のご指示通り、沼田城の表を閉じ直した。これで金子は。なんだ、なぜ門が閉じる。城に戻れぬではないか。開門。金子の目の前で打ち果たすとしよう。粘られればかえって金子の息は上がる。早々に蹴りをつけねばな。天下無双とは栄養なことだ。打ち取った。ここまではたやすい。これはこれは宇治国だ。先だっての戦で五兄弟ともども世話になりました。見事な調略ね。人を騙すのにそんなにお好き。我が術中である。ならば姫様は人を死なせる方がお好きか。それはごめんなさい、言い過ぎました。気まじめなことだ。
敵将を討ち取った。金子殿、そろそろお心を決められては武田に下られ悪いようなせいとてもかなわぬ。武田に降伏いたす。最後に残る状態はいいのか。多少は骨があるようだが、この状況ではない。城代様が二人も。もうダメだ。沼田城は武田に明け渡す。城内の門を開けるゆえ参ろうか。開門。下り援軍の追撃だ。罪ではないか。猪俣殿、俺真田、汚い手を使いよって。この恨み決して忘れんぞ。これで武田は光月において王城の優位に立つ。真田の立場だが、織田の脅威はいささかもよろんでいない。このままでは勝頼様。良い品が入っております。良い出来で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 す。ご武運を。これは正幸様。忙しい忙しい。はい。なんと。
正幸様。信長率いる本隊は6万の軍勢との噂もござる。6万か。数では到底及ばぬな。籠城して迎え撃ちましょう。遠征による敵の疲れを突き。愚策ですな。何だと。ここ新府城は築城間もなく備えも不十分、とても持ちこたえられるとは思えません。ならばどうする。まさか撃って出るなどというまいな。勝頼様には我が真田に身を寄せいただきたい。貴様、甲を捨てようと申すのか。我が真田本城は守りに堅い要害の地。必ずや勝頼様をお守りいたします。信長も深追いは嫌うはず。今は耐え忍び、再起の時を待ちましょうぞ。ならん。なりませんぞ勝頼様。武田が甲斐を捨てるなど断じて。さようです。落ち延びるにせよ我が岩殿城に。相分かった。正幸の言に従おう。勝頼様。そういございませぬな。ああ、されば私は直ちに出立しお迎えの用意をいたします。ああ、世話をかける正幸。ご無念ではございましょうが。そうだな、父上に何とお詫びすればよいか。我ら家臣の力が及ばず。言うな。全ての咎は私にある。真田の里も久しぶりだ。皆息災にしているだろうか。はっ、おかげをもちまして。そうか、それはよかった。信行や雪村に会えるのも楽しみだな。勝頼様。ん？どうした正幸。必ず必ず我らの元へおいでください。分かっている。必ずまた会おう正幸。はい、勝頼様。
しからばごめん。私はこたびこそ守るべきものを見失わぬ。さらばだ正行。
勝頼様を安全にお迎えするために父上から任された大事なお役目だ。ちゃんと。
あなた様のお手伝いをせよと正幸様から。重氏、ここまでの敵の様子ならしっかり見てきたから大丈夫だ。お役目ご苦労様です。私の出る幕などありません。ご苦労様でした。いらっしゃい。いい商品が入ってますぜ。
また来てください。見回りを続けます。釣り日和じゃ。すでに勝ちは見えておる。勝頼様をお迎えするために周囲の敵を片付けておかねば。
討ち取ったり。何だと？さて、次。ここまではたやすい。愚策である。打ち取ったり。策である。さて、おつんここまではたやすい。働きなど自慢にならぬ。
これで周囲の敵は片付いたか。無事にお迎えできると良いのだな。商品が入ってますぜ。商品が入ってますぜ。商品が入ってますぜ。また来てください。それは素晴らしい。様は小山田信重様の進言をお取り上げになり、岩殿城へ向かわれました。しかし、信重様は織田方に寝返り。バカな。小山田様は武田のご親戚。その小山田様が誠に。はい。天目山に追い詰められた勝頼様は、あえなく。そんな、勝頼様は父上を頼ってこられるのではなかったのですか。私を信じてはもらえなかったか。そんな、いや、信じていなかったのは私か。父上、こちらを正幸様にと最後に預かりました。
上、お手が。勝頼様は武田の滅びは避けられぬこととお考えだったのだ。では真田を共に滅ぼすまいと、あえて。なぜだ、なぜ諦めてしまわれる。なぜ生き延びるためあらゆる手を尽くそうとなさらぬのだ。そしてなぜ私は。父上、直ちに親方様の仇討ちを。無用である。父上、父上のあのようなお姿は初めて見たな。はい、それほどに勝頼様のことを。けれど分かりません。それなのにどうして仇討ちは無用などとおっしゃるのでしょうか。父上には父上のお考えがあろう。はい、結構重いものを持たされちゃったのかもしれませんね。これはご無礼を。いや、そなたは武田好きの忍びであったな。これからどうするのだ。そうですね、まあ一人で生きるための忍びの技なんで、どうとでも。一人で？なぜだ？アニュ、なぜとおっしゃいますと。我らもそなたの身内だろ。前にそう言ったではないか。雪村様、ここにいればよい。そうですよね、兄上。そうだな。父上には私から申し上げよう。 ありがとうございます。精一杯お使いいたしますんで。あ、よろしく頼む。第6章、安土。天正10年、かつて戦国の名門と称えられた武田家はとうとう滅亡の時を迎える。武田家の悲劇的な結末は正行の心にも大きな変化をもたらした。今後真田はどうあるべきか。一族の生き残りをかけて正行はある決断を下す。その決断は雪村に運命的な出会いを招くこととなった。
ご苦労様でございます。真田は織田につく。え、父上、本気でおっしゃっているのですか？無論である。我らは信長に従う。そんな、織田は武田の勝頼様の仇ではありませんか？もはや武田はない。だからといって、直ちに信長のもとへ参る。信行、留守を任せたぞ。はい、承知いたしました。父上、真田正幸、信玄の懐刀として。お耳に入れるほどのことではございません。信玄の懐刀、勝頼の頭脳、武田家の支柱であった宇野が、その武田を滅ぼした信長に頭を下げる。忠義に準じ、誇り高き死を選ばずに。まあ、誇りでは飯は食えませぬよ。正幸殿、口を慎まれよ。これは宇野の望み叶える。信長に服し、泥臭く生き延びよ。故にここに参った次第。ウヌの選びし望みは過酷ぞ。だけだけには哀れなこととなり申したが、こうして今なら家康殿の申されることがよくわかる。すべては生き延びてこそ。さよう。勝頼殿や失われた命に報いるためにも。いかにも。家康殿が亡くなられた際は、家康殿のために太平の世を築いてみせましょう。正幸殿、いささか無礼が過ぎようが。失礼だが、死んだ者を口実に使うのはやめ、気に入らぬのでな。織田に人質を出さねばならん。よいな。はい、承知しております。お家のため務めを果たします。支度をいたします。ああ、
父上、雪村に姉上の友をお命じください。雪村？何を言っている。姉上には護衛が必要でしょう。私が立派に務めてみせます。護衛にはふさわしいものを父上がつけてくださる。お前がどうして。それに私は信長公をこの目で見てみたいのです。真田の命運を託すに足る方かどうか。雪村、そちらが誠の望みか。いえ、もちろん姉上をお守りすることこそが。おい、お呼びですか。雪村の友をせよ。了解です。お待ちください。私は姉上の護衛です。護衛に護衛がつくなどと。護衛ではない。は、お目付けだ。すまないが、よろしく頼む。承知しました。お役目必ず果たします。異常ありません。